はい、じゃあ今から温泉卵を作っていきたいと思います。沸いてる鍋に塩を少々、塩入れて火を止めます。で、卵はサイズが、まあ、S、M、L、いろいろあるけど、卵の大きさによってこの入れてる時間が変わってきます。そっと入れるようにしておいていた方がいいですね。で、なるべく卵がお湯に浸かるぐらいにしておいてください。で、これをこの卵の大きさでしたら多分15分ぐらいかなと思います。このまま鍋で放置します。そろそろ15分手前ですけど、この卵なんか M と S といろいろ混ざってる卵みたいですね。安物の卵パックみたいで、鍋底とかこう平行になるように布巾とかこういうので平行になるようにしてください。今の温度はだいたい60度ちょいぐらいかな。で、卵をまず試しに割って中のチェック、まあこういう感じですね。上から見ると白身は固まって黄身がまだ相当半熟状。これにこれはもうお酒のおつまみみたいな感じ。味付けにポン酢と青ネギ、まあお家でお客さんとか来ておつまみ作って最初の前菜小鉢みたいな役割ですね。こういう使い方もあります。はい、今度はつまみじゃなくてご飯ですけど、これはサンマの缶詰、だいたい非常食とか災害対応になった時にこういうのを缶詰は用いるんですけど、これをいかに美味しくして皆さんにこう食べさせるかっていうのがやっぱり調理師たちじゃないかなと思う。で、そこで役立つのがまたさっきの温泉卵、大きさが違うからあれからしばらく経って今度は50度ぐらいまで熱が落ちてるみたい。ちょっと大きめの卵から一か八か割ってみます。これは美味しそうな温泉卵ですね。で、非常用のあれですから、こうサバ缶の汁、少しかけてあげて、これ3回節ですね。3回節も結構合いますから、3回節もちょい足して、それとあと刻みネギ、刻んだネギを添えて、今度はおつまみじゃなくて非常用の食事ですね。まあこれが金の卵、黄金卵じゃなくて温泉卵です。